っていただきました。そしてですね、その曲の間に本日オープニングを作ってくれましたDOG のじゅんくん登場していただきました。チャギソギハセヨ。はい、ありがとう。はじめまして、はじめまして。韓国語でいいですか。韓国語でいいですか。はい、韓国にから来た DOG のユーチュンソンです。よろしくお願いします。盛り上がっていきましょうか。渋谷覚悟するいいですね、1回目からゲストちゃんと、はい、韓国わざわざ飛行機乗ってきてくれたの。そりゃそうでしょ、ね、ちょっと待ってください。電車で来てないよ当たり前でしょ、飛行機だよ。飛行機で、そうバシッてバシッて飛行機で来ました。これになりました。あれ、お願い、よろしくお願いします。 DOG のじゅんくんはですね、まだ知らない方もいらっしゃると思うんで、はいはいはい、ご自分のチャギソゲ自己紹介。あ、チャギソゲ韓국でもいいですか。はいはい。저는이제한국에서온 DOG 라는그룹의이제유준성이라고하고요。이제작품은이제뭐샷곡과샷곡곡뭐やったらしい、なんか、okay、 そうそう、なんか計画で、韓国で活動している DOG のユージュンソン君です。はい。はい。ということで、まあでも、ね、最近もあの韓国でのテレビにもこう出てね。はい、そうそう、今のく新しい番組に出ていますね。はい。そう、なんか昔のダンス音楽で、うん、あ、そうそうそう、あ、ペンの方。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、く昔のダンスソングのリメイクして、うん、ベトルプログラムだけど、今番組が始めていますよ。うん、YouTube にも上がってますので、はい、ぜひ皆さん見てあげてください。そしたら、まあね、でもこの DOG ね、DOZ がこうできた、ジュン君のゲストですけれども、うん、はいはい、まず DOZ ってこれはどういうふうなきっかけで結成したんですか。あ、そう、高校生のダンスグループであって、うん、なんか楽しくて、そうそう、今までもやっています、うん、そうそうそう、高校生の友達です、2人で。高校生の時の、はいはいはい、友達で。もう一人の人のお名前、イルムンモミニカ。名前は、あ、名前はイーキヒュですけど、うん、今もう子供があったら忙しいです。結婚して、あ、そうそう、結婚して子供がいて、子供いて忙しいんだからって、確かにね。ギュウ君でいいのかな。じゃあ、はい、そうジュン君とギュウ君、はい、今日はギュウ君はいませんけれども、ギュウ君はやっぱ子供もいるから、はいはいはい、で東京来てって言ってもなかなか、はいはいはい、無理じゃないですか。子供が二人だから。ギュウ君見てないの。ギュウ君、ギュウ、ギュウ見てる。ギュウ見てるよ。ギュウ보고있어。見てくれてる。ギュウ씨잘지내세요。え、잘보고있어。맛있는거사갈게。ご飯食べろって。高校生の時から、じゃあお友達で、はいはい、友達で一緒にこう、いや、アーティストになろうよみたいな話を、はいはいはい、あ、なる、いや、ただの楽しいから、자연스럽게、自由的で、あ、自由的で、はいはいはい、フリーでね、はい、うん、そうで、ジュン君はね、DOZ の時こう、もう日本でもこう一世風靡しましたよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。も出たよね、音楽番組出たよね、うまく音楽番組もいっぱい日本の、あ、そうそうそう、覚えてますか、キヨッケよ。キヨッコはなんか日本の番組は目覚ましテレビとか、あ、やっぱ出た、はいはいはい、そうそうそう、なんかもうフジテレビのもの、わかんないんだけど、へーへー、出てる、記憶はないんだけど、ね、今、この時はなんか日本語全然わかんないんだから、あ、当時は、はい、そう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 、今すごくあのイルコのチャレよ、本当に日本語できるようになって、そうそうそう、僕が日本語で質問しても全部、ね、分かってくれてる、理解してくれてるから、分かるんだけど今も、あ、オットン昆布ハムニカ、はい、昆布は、昆布はなんかアニメ見て、ね、なな、そうそう、推しの子とか推しの子流行ってる、はい、韓国で、完璧のアイドル、これじゃないですか。すごい、すごい、ね、これも好きですけども、なんかスラムドンクとか、あ、呪術廻戦とか、はいはい、呪術廻戦すごいアニメを詳しい、はいはい、オタクだから、ね、日本のアニメよく知ってますけど もありがとうございますが、まあ、YouTube でも何百万回も再生されて、はいはいはい、っていうですけど、そのありがとうございますを作ったこのきっかけ、なんでその日本語で歌を作ろうと思ったんですか。あ、そう、ただのガイドソングだけど、あ、わかるの、く、か、わ、日本語がありがとうございますだけで、 ありがとうございますでガイドして、うんうん、なんかでも韓国の方は必ずありがとうご、ザじゃなくてございますになりますね。ねえねえ、ね、なんか違うですね、なんか外国人だから、うん、なんかじゃの感じが、うん、ザがね、じゃになるね、じゃになるの、どうしても、そうということですね、そのありがとうございます、私生で聞きたいな、みんなどう思う？生で聞きたくないですか？え、生でここで？どう思います？ファ、あの、今見ていただいてるファンの方がちょっと拍手してますけど、やってくれます？あー、やっていますよ。そのありがとうございますを作った時って、日本で、はい、
ヒットするって思いました？はい、思って なってもなんか感がありますよ。なんかレコーディングして面白い方は分かるんだけど、うん、なんかヒットとかなんかもう이거뭐지어뭔가이렇게사람들이찾아주는거는예상하지못했어요あのにあのいろんな人たちあの皆さんに多分近づけると思ったの。皆さんにね、皆さんに理解してもらえる的な感じ。でもすごいヒットしましたよね。ぜひごめんなさいね。これ今日1回目だからローバーさんめちゃくちゃ緊張してあるんですけど、マコ時間全然大丈夫だ。俺も時間見てやった。早いですね。いい8時11分ですじゃないですか。純くんの話も聞いてからその後あのごめんなさい、ね、今日1回目なので公開で説教しながら番組進めていきますんで余裕で大丈夫です。まだ余裕ですから大丈夫です。本当歌聞きたいと思って、あの後の曲とかをカットすれば全然大丈夫です。そうなんだ。あ、もっと話していいですか。純くんせっかく来ていただいたので。そうだけど、はいはい、でもほら、ね、今そうやっていろんな曲作ってる活動してるでしょ。はいはいはい。新曲は新曲はなんか計画が来月でリリースの計画があるんだけど、うん、なんか曲の名前が、うん、もう力ヒムね。あ、ヒムヒム。ヒムヒム。力をくださいとか、うん、力をくれ、ヒムシセヨ、神様を、ハヌルヒムシセヨ、力をくれ、今来てる、ハヌルから来てるよ。だけどストーリーは、ね、最初で神は俺にゴミした恩の木ですね。そのストーリーがあるんだけど、だってもうなんか面白いの曲です。明寿、はい、純足師の純くんの曲がかかりますよ。明寿オープニングカムトンマイナス。ああすごい、いいですよ、いいですよ。わざわざ作っていただきました、K-POP 三昧のために。カムトンマイハウスね。カムトンマイハウス、これはどういう感じで作りました？なんかとにかく彼女です。彼女です。彼女が家に来てほしいの気分で作っています。この番組ぴったりなのはもう常に、まあ、月1回ですけど、はい、皆さんにこの番組に来てほしいって、ね、はい、そう思いもちょっと重なって、うん、ゲストの方もそうだしね、こうやって皆さん来てもらえたら嬉しいですよ、本当に。ここは1回目、ありがとうございます。ありがとうございます。イエー、来てください。ありがとうございます。どこに行く？ハングK-POP アーティスト、K-POP 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 アーティストのジュン君、よろしくお願いします、ね、Z 世代ありがとう、はい、さあ、じゃあね、ローバーさんもすごい聞きたがってるんで、うん、はいはい、みんなも聞きたいですね。ありがとうございます。本来ならここでね、うん、かけるだけですけど、はいはい、もうせっかく来ていただいてるんでピエンギでね、生で、はい、本社だよ、大丈夫、一人だけど。一人で、あ、DOG は二人でしょ。二人です。はじめはとにかくなんかスペシャルゲストがありますよ。え、ほんと誰、そうそう、スペシャルゲストがありますよ、はい、期待するですね、うん、期待しててください、誰ですか。僕も分からないんだけど、なんかもう一人じゃいる、ちゃんとして、うん、じゃあではですね、誰が歌ってくれるんでしょうか。ABEX さんから日本デビュー曲、ABEX から出たいな、そう、10年前ですね、うん、シプニョンチョン。これをね、聞いていただいたらね、ここの FM 聞いてくださってる方みんな分かると思います。分かります、みんな知ってる曲です。はい、はい、ということで DOG のジュン君と、うん、シークレッツ、シークレッツ、誰か生ライブスーパースターです。スーパースター、準備はせよ。ここで生で歌ってもらえる、すごい。もうあのガラスのとこにもうガンガン前出てもらって、準備はせよ、準備はせよ、じゃあ水も飲んで、じゃあ、 曲紹介お願いします。はい、わかりました。姉さん、ね、いやもうほんと姉さんって呼ばないで、ヌナ兄えよ、ヌナ兄えよ元カウガールの姉さん、元カウガール、昨日テレビ出たよイエイイエイイエイ、はい、イエイイエイ。では準備は大丈夫でしょうか。準備はできました。はい、準備できてますか。イエーイ、ということでお待たせいたしました。それでは皆様お聞きいただきましょう。DOG ジュン君フューチャリング抜群西尾でありがとうございます。イエ
ピース。西吉でした。いかがでしたでしょうか。いやいやいや、歌ってどうだった。はい、わー、みんな盛り上がってくれたけど。そうそうそう、ありがとうございます。まさにね、はい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 、まさにありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、歌い出したら本当にお客さんたくさん、はいはいはい、来てくれてね。そうそうそう、そうなんか西吉さんの力がいったら本当に日本の方もそうやし、韓国じゃない海外の皆さんも K-POP、 あらよ、知ってますか K-POP? Do you know K-POP? Do you know K-POP? あ、知ってる。すごい、やっぱり、ね、ありがとうございます。グローバルですよ。 Thank you so much リオゼット、ジュン君。はい、じゃあジュン君フィーチャリング松君にしようよ。スーパースターです。はい、めっちゃ歌ってて、はい、歌ってて楽しかった。楽しかった、はい、ちょっと間違えなかった、うん、間違ってました。そうそうそう、ちょっと間違ったけど、やっぱこの魂ソウルでね、ソウルで歌っちゃってた、すごく楽しいですね。なんか、カラオケにも盛り上がってくれたし、ほらオーディエンスの皆さんが、はいはいはい、ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん来てくれました。 Thank you so much、 ね、でも DOZ はこれからもね、さっきも新曲も出たりとかありますけれども、はいはい、今後なんかこういう風になっていきたいとか、はい、なんか DOZ としてやりたいこととか、やりたいことありますか。はいはい、なんかもう今番組が出たら、なんかもっともう DM して、うん、なんか仕事がいっぱいあれば欲しいですね。そうそうそう、すごい、そうそうそう、仕事とか、そうそう、なんかライブのステージとか、うん、ライブの失敗よ、そうですね、日本でもね、またライブが、日本でも、あ、そうそうそう、日本で、ね、日本でが一番ナンバーワンですけど、ライブの失敗よ、はいはい、ステップ3、チャリバタカムニーだ、一応言っときました。DM してください。メールしてください。メールをたくさんお願いします。皆さんで拡散してください。拡散、はい、K-POP 三昧拡散。で、さあこの後 K-POP 三昧まだ続きますけども、いていただきます。うん、そしてですね、ジュン君、大丈夫ですか？被るのとか本当やめてよ。でもあの耳の汗、耳の後ろの汗がすごいね。緊張せんといて。大丈夫ですか？ね、インタビューっていい？私韓国行きましたよね。そう、ジュン君に最後までね、言ってもらいますけども、こっからは。はい、なんか韓国、そう、僕らね、この番組をやるためにですね、はい、ちょっといろいろ韓国に7月の頭ぐらいに、はい、韓国に行ったんです。はいはい、そうそうそう、行ってですね、アーティストの方にインタビューもさせていただきましたね、はい、誰でしょう。誰ですか。ノラジョの皆さん。あ、そうですね、ノラジョ、分かんない方はね、すぐググって、うん、ノラジョ、ノラジョ、まあ、写真をちょっと見せましょうか。ノラジョのお二人、今回新曲のこの衣装を着てるんですけれども、ノラジョのお二人に、昔からもうそれこそ少女時代とかカラーが流行った時代よりも、あ、そうそうそう、流行った時にからもうスーパースターの人気のあるノラジョお二人がまだ未だに人気があってやってらっしゃるというね。ということで、じゃあノラジョのインタビュー聞いていただきましょう。はい、お願いいたします。さあ K-POP 三昧、なんと、韓国に来ておりまして、ゲストの方がこちら前にいらっしゃいます。ノラジョのお二人です。私たちはノラジョです。ノラジョです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、ノラジョ氏のイルボの検察にか、これ日本語喋りたいですね。理由が日本語、アホ、アホですね。パパニエ、パパニエ、アホはよく知ってらっしゃる。アホはでも、ありがとう、ノレが歌ってくれてる。あ、そう、そう、カムサムニダ、カムサムニダ、カムサイルボエソ、ペンドリエゲ、メッセージ해주세요。너무오래못찾아뵀던것같아요。그래서이제이혁씨가또이제독립을하고저희가이제새로운이제뉴멤버로이제원음씨와함께하면서늘아일본에계신팬여러분들을찾아뵈야될텐데라는고민을늘했는데뭔가좀더잘만들고찾아뵙고싶었어요。네、그래서이제그때가온것같아서올해가기전에꼭한번찾아뵐거고요。그리고또한국에오실때마다저희한테또연락도주시고저희행사다닐때도행사장에도같이와서또이렇게봐주시는모습을보면서아빨리빨리가야되겠다라고생각을했고그래서네기다릴게요네쇼빈씨、네、그리고네원흠씨네원흠원흠아저는저는、네、이제일본인친구가좀많아서일본인친구들이저한테이제겐짱이라고많이불러줬어요네그래서겐짱겐짱저한테이렇게아진짜누구
아, 친구 뭐 여러분들 아시는 분들 계시겠지만 이제 소라짱이랑 저랑 이제 중국에서 같이 이제 그룹을 했었잖아요. 그래서 소라짱이 이제 소라짱. 네. 소라짱. 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 아, 오이소라 데스. 아, 오이소라 데스. 아, 오이소라 산토 밴드 했더라셨구나. 밴드 했었습니까? 네, 밴드를 했었어요. 어디 있어? 일, 아, 중국에서 이제 아, 밴드를 했었는데 아, 이게 소라한테 일본 팬분들에 대한 이런 얘기들 정말 많이 들었어요. 그리고 형한테도 노라조 팬분들이 일본에 많이 계시다라는 말도 많이 들었고 해서 정말 너무너무 보고 싶고 빨리 찾아뵙고 싶었는데 이제서야 또 찾아뵐 수 있는 기회가 이제서야 왔다고 하니까 조금 죄송하기도 하고 아, 하지만 열심히 준비해서 정말 가서 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 네. 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 K-POP のアーティストたくさんインタビューしましたけど、はい、しましたけど、しましたけど、またまたねという感じですか。ローバーさんが編集したんですけど、ごめんね、あの通訳していい？あ、どうぞどうぞ。そう、あのずっとね韓国語でしたから通訳を。はい。ノラジョの2人の今自己紹介してもらったんだけれども、新しいウンホムさん、もともとチョビンさんっていう人がね、はい、デビューからやってらっしゃるんですが、うん、もう一人のウンホムさんという方が入りました。うん、ウンホムさんという方は中国でバンドを組んでました。おその一緒に組んでた人は多分世界中の人知ってるかな。青い空ちゃん、日本の。すごく有名です。韓国で有名ですか？韓国のスーパースターです。キンちゃん韓国の男がすごくすご、はい、すごく好きです。K-POP のアーティストに日本で知ってる人誰ですかっていっぱいインタビューしたら1位はやっぱ青い空さんでした、ね。そう青い空さん。僕も大好きです。はい、私の後輩になります。私はデビューから知ってます。まあいやで空ちゃんと仕事をしてましたと。で、ね、日本のファンの人にもうそろそろ会いたいって言ってます。うん、ファンの人はどうですか？会いたい。会いたいよね。で。まずとにかく、この間新曲が出ました、うん、この新曲のことを次にご紹介してもいいですか？あのいっぱい喋ってましたけど約それで終わりですか？いやだから日本の人に会いたいって言ってたっていうことだったとにかく伝えたい、大まかにね、皆さんこの番組聞くのには韓国語を勉強しててくださいね。こういうこと多々ありますね。そうそう、ごめん、見やねよみんな、字幕ありますか？ラジオだから、ラジオだから、新曲をね出したので、新曲出ました、新曲出たので、はい、そのインタビューもお聞きいただきましょうか。はい、はい、じゃあどうぞ。リシオさん、ね、ミミちゃん、ミミちゃん、ちょっと高めにだ、あ、リシオさん、ミミさん、あ、違う、嘘これ間違えて、嘘はやめて、ラジオで間違えちゃう。ちょっと待って、何ですか、ゆるけみのインタビュー、ゆるけみの、ちょっと待って、ちょっと繋いどいて、繋いどいて、お願い。なんか、なんかちんちゃやばいじゃないですか。ハプニングじゃないですか、これ。ただでさえ焦ってるのに、時間がって焦ってるのに、そうそうそう、動画が見つからない。ごめんなさいね、皆さんね。そうそう、誰が助けてください。僕も日本語全然わかんないんだから。ノラジオのお二人、そのイルケミっていうのは働きありっていう意味の新曲だったんですけども、あのその働きありの格好をね、こう着ぐるみというか頭にかぶって、下は黒スーツなんですけど、インタビュー、うん、まあ、動画も撮りましたけど、そのインタビューの時もその格好をしてきてくれて、そう、はい、助かって、ものすごくありがたい。で、それでね、一応じゃあもうとにかく、いやもう曲聞いてもらう？うん、あの、ね、違うの、皆さんにちゃんとね、あなた一人よ、今全国で焦ってるのあなた一人よ。皆さん、第1回目です、ごめんなさいね、皆さんへのメッセージもらいました。皆さんへのメッセージ、バラードの意味で、あり、あり、あり、間違えちゃった、ほら、どれが新曲の説明です、歌詞はどんな、歌詞は、그러니까일을열심히해서가족들을위해서살아가는우리아빠엄마그리고가족들에대한이야기。はい、これが、イルケミっていう新曲の説明で、家族のために仕事を頑張る働きありのような人たちの歌を今回出しましたと。これが新曲。お父さんだったり、働いてるお母さんだったりとかね、働いてる人のことを歌ってると。そうです。なるほど。で、その上、皆さんへのインタビューもあります。これね、ノラジョ見てんの、ごめんね、本当私がもうめちゃめちゃで、ノラジョ本当ごめん、もうね、ノラジョさんのファン来てるよ。これ皆さんの絵のメッセージ、あり、歌詞はどんな、どん歌詞、内容、歌詞はどんな、私間違えない、もうやめて、もう本当に間違えるのだけは本当に、これは放送してるんですよ、あなたの家でやってるんじゃないんですよ。お聞きください、どうぞ。高めにだ、
니시오상, 미미상, 예전에 저희 노라조가 아무것도 아닐 때 늘 소개해 주시고 예뻐해 주셔서 늘 감사한 마음이 있었는데 자주 찾아뵙지 못했습니다. 저희가 꼭 11월에 꼭 찾아뵙고 신나게 노는 시부야 아주 프라이데이 나잇 yes, yes. 한번 만들 수 있도록 저희가 열심히 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 그리고 두 분이 이제 다시 시작하는 만큼 뭔가 많은 분들께서 많이 봐주시고 많이 들어주시고 많이 응원해주시고 사랑해주시면 정말 두 분도 정말 더 힘이 나지 않을까 싶습니다. 네. 화이팅입니다. 네, 이시원님 화이팅. 감사합니다. 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 さあこれは何て言ってくれたんですか。これはですね、西尾さんと私にまずこの番組も再スタートなので皆さんぜひ応援してあげてください、聞いてあげてくださいって言ってくれました。あの野良女さんはね、でその上、私たちもなんと11月3日の金曜日このスタジオで生ライブをしますと言ってくれました。イエイイエイイエイ。ノラジョ来ます。ノラジョ来ます。すごい。そうなの、やったぜ。そしてですね、あのノラジョ。ノラジョを、日本でカバーした人知ってます？日本のアーティストで。ああ、もう知ってますよ、有名。誰？DJ？ いや、やっぱみんな知ってる。DJ オズマさんが。もしかしたら？もしかしたらもうそれはちょっとシークレットにしましょうよ。綾小路君まろかもしれないから、はい、ごめんね、ごめんなさいね。この綾小路君まろはね、カラオケでさっき打ち合わせをしてた時から私このギャグ言うから綾小路君まろって言うからみたいな用意をされたネタだったんですね。面白いね、うん、だから綾小路さん待ってますんで本当によろしくお願いします。もうそんなん来たらすごいな、野良女だけでも贅沢やのに。そう、野良女との、ね、コラボ。え、ね、韓国ではノラジョってどういう感じですか？いつでも楽しいし、うん、はい、そうそう、なんか신나는음악하는그룹、あ、はいはいはい、楽しいグループで面白いグループ、はい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 、ちょっと面白いことを題材にしてね、サイダーのことを歌ったりカレーのことを歌ったり、そう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 、サバのことを歌ったりっていうね、そうそうそう、面白いんですよ。その彼らのデビュー曲をその DJ オズマが日本でカバーしてるんですよ。そう、もしかしたら、そうそうそう、わかんない。でも11月3日ノラジオは来てくれるのね。もちろん決まったの、うん、すごいゲーボープだね。偉大ですね。これ皆さんに言っときます、すごいことなんですよ。ノラジオは偉大です。歴史的にすごいことが起きますから本当 に、 本当に、はいはいはい、もう約束してくれました。そしてですね、じゃあ、ノラジオといえば新曲今説明してくれたから、うん、新曲も含め私はこれ代表曲なんです。実はね、3月11日って以前東北の震災があった時に、いち早くノラジョが日本にメッセージをくれたの。その時に皆さんスーパーマンを聞いて元気を出してくださいって言ってくれたの、日本の皆さんって。ということでそのスーパーマンとイルケミ、うん、新曲2曲続けて、はい、どうぞ。
さあ聞いていただきましたノラジョでスーパーマン、そして新曲イルケミ働きありでございました。はい、11月3日ノラジョ氏キダリケよ。ノラジョ来てくれるんで、皆さんもぜひ聞いてる方も見に来てくださいね。キダリケよ、キダリケよ、キダリケよ。はい、そしてですね、ここでですね、先日開催されました4月29日に行きました、私は、ウォーターボム東京2023、こちらでですね、なんと主催者の中山さんという人ね、お姉さんと弟さんで、主催しているということで、ウォーターボム、そう、ヒョナが出たりとか、うん、あとは誰が出たんだっけな、そう、それは、進めてください話を、そうだね、ウォーターボムを見に行ってきたので、その時のインタビュー、まず中山さん主催者のインタビューをお聞きいただきましょう。どうぞ。K-POP 三昧ウォーターボム到着いたしました。それでは主催の中山さん兄弟にリクエストをいただきましょう。どうぞお願いします。よし、テソンさんのウィングですかね。テソンさんの曲ですかね、やっぱり。テソンのウィングで、はい、では中山さんからのリクエスト、テソンさんのウィング、本日は登場はどれぐらいですか。最後ですね、テソン様は最後です、ラスト。この暑さを乗り越えなきゃいけないですね。頑張りたいと思います。引き続き一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで聞いていただきましょうか。うん、D ライトテソンで、ウィング、そして、そのウォーターボムでは異常に盛り上がったビッグバンの皆さん盛り上がるよ、ラストの曲だよ。行くぜ、ファンタスティックベイベー、2曲続けてどうぞ。
全員の分を声をまあかぶせたけどね、歌ってくれました。一人でビッグバンをやった。いろんな人のやつで自分のとこだけカラオケにして、そうそう、みんなの声入れて、すごいね。もう外の皆さんも大盛り上がりやったからな。だってファンタスティックブームだったらもう日本の皆さんみんな知ってるよ。すごいよね、うん、やっぱ、まあ、立ち止まってくれた方もさすが、さすがですよ。ありがとうございました。ビッグバンさん待ってます。インタビューありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、さあもうエンディングですよ。エンディングなのでバタバタだったけどごめんね。ちょっと告知させてね、8月の19日、20日に、8月19、20日お台場声優フェスというのがあります。これ2名2組プレゼントします、チケット。すごいじゃないですか。アニメ好きだもんね、韓国の人もね。はいはいはい、アニメ好きです。ありがとうございます。今 TM してますかな。そうです。そうです。そして今ね、この19、20の20日の分を、2組2名様ずつプレゼントするんですが、ご応募はローバミミのツイッターにいち早く DM を、チケットくれっていう DM を先着2組プレゼントします。 DM 送ってください。ローバーミミさんがツイッターやってますんで、はい、カタカナローバーで、ミミは美しいみたいな。そうです。佐々木のささみたいな。そうです。美しいですね。難しい感じで、これで、ね、検索していただくと出ると思います。はい、はい、ということで、8月19、20お台場声優フェスチケットプレゼント、ぜひ皆さんご応募ください。ローバーミミのツイッターの DM へ先着順です。急げ急げ急げ。パリ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 、山寺さんとか出ますからね。パリやばいパリ。そうです。ということでですね、日本アニメブームだもんね。はいはいはい、はい、アニメ大好きです、はい、今 DM してたっす。 DM してくれたの。もう行こうとしてジュン君1枚か、もうジュン君1枚。はい、さあジュン君、次回のゲストとか全部まず言っちゃおう。はい、はい、次回のゲスト、なんと韓国の大御所、うん、作曲家、音楽監督のオー・ジュンソンさん、コンミナン の OST 作った人ね。で、そしてなんと小室哲哉さんの会社の社長小室哲哉さん、北村社長が、PK トラックス北村社長、この2人が、コンビを組み、タッグを組み、K-POP アーティストをプロデュースすることになりました。おお、イエイイエイ、ポンポンポン。そういうじゃあ話が聞けるわけですね。そうなんです。その話を聞いたり曲をかけたりさせていただきます。たくさん曲もかけます。大人 K-POP 10月に日本デビューの組をこの2人がプロデュースということでインタビューをさせていただきます。ゲストで来ていただきます、毎月第1金曜日20時から渋谷クロス FM K-POP 三昧、はい、今後も生ライブなどやりますが、いかがでしたか、はい、純くん。はいはい、今日は楽しい方ですね。ファンの方いっぱい来てくれて、あ、そうそうそう、パンたちもありがとうございます。韓国語で言って。あ、そうそう、아예저일본팬들너무감사드리고요저기지금준성이라고써져있는편말이있는데아주고마워요네감사하고요빨리、네、술마시러가야죠。ね、ナジュエ、ナジュエ、ナジュエ、タスルマショ。みんなで酒を飲もうって言いました。生ビール食べに行こうか。いや、第1回目ね、本当に皆さんありがとうございました。次回はですね、9月2日放送になっております。また10秒で終わっちゃいますからね。はい。じゃあ、ということで、よろぶん、アニョーン。アニョーン、またねー。そんな決めなかったよ。せやいえー。